ユニバーシティカレッジロンドン。ユニバーシティカレッジロンドン。UCL は、イギリスのロンドン市中心部、ブルームズベリー及びカナリーワーフにキャンパスを置く、1826年設立の、イギリスのトップ総合大学である。UCL は、ロンドン大学軍最初の高等教育機関であるが、現在では、ロンドン大学を構成する他の教育、研究機関同様、独立した。 学位授与機関である。イギリスの大規模研究型大学連盟らしセるグループ及びヨーロッパ研究大学連盟に加盟している。現在まで UCL は卒業生、教員、創立者から計29人のノーベル賞受賞者と3人のフィールズ賞受賞者を輩出している。1859年にチャールズ・ダーウィンが種の起源を発表したことでも世界的に有名。 日本では、初代内閣総理大臣、伊藤博文や五代、とも森有則などの明治維新に大きく影響を与えた人物たちが学んだとで有名。近年の著名人では、小泉純一郎総理大臣が留学したことでも知られている。1899年、電気工学部にというポストが、ジョン・フレミングを初代に据えられた。これは、ケーブルワイヤレスを、 グリエルモ・マルコーニと共に誕生させたジョン・ペンダーを忍ぶ者でり、現在も継承されている。UCL は、ロンドン大学を構成する、イギリスを代表する研究志向の総合大学であり、ロンドン最大の高等教育機関である。UCL は、QS ワールド・ユニバーシティ・ランキングスにおいて、2007年以降、常に、世界のトップ10以上の評価を受けている。現在まで UCL は、 卒業生、教員、創立者から計29人のノーベル賞受賞者と3人のフールズ賞受賞者を輩出している。2003年8月、画学長に就任後、それまでイギリスの大学では、稀だった、大学献金のキャンペーンを行い、8、100万ポンド、約170億円を拠出し、大学の財政状態を大きく好転させた。また、同学長は、 就任以来 UCL の研究志向型大学への転換を推進し、学部教育よりも大学院教育を重視するようになった。が2008年7月に発表したサイエンスサイテーションインデックスでは自然科学分野の教員一人当たり論文の引用回数が世界で13位とイギリスの大学でトップとなった。さらにグラントはロンドン S グローバルユニバーシティを合言葉に UCL のグローバル化を推進した。現在、世界140カ国以上の国から留学生を受け入れ、アメリカコロンビア大学、エール大学、ニューヨーク大学、テキサス大学、フランスのエコールノルマル・シュペリュール、日本の東京大学、一橋大学、早稲田大学、大阪大学など、世界中の大学との提携を実現させている。2006年1月には UCL は、 ヨーロッパ研究大学連盟の加盟校として招待され、UCL はこれに合意した。イギリスでリールーに加盟を許可されている大学としては、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、エディンバラ大学に続く4校目である。UCL は日本の近代化に大きな影響を与えた。人種や宗教といった入学制限がなかったことから、幕末から明治維新にかけて、 松下尊塾出身者や薩摩藩留学生を中心とする多くの日本人留学生が UC で学び、明治政府の設立、発展に貢献した。現在の日本がイギリスと同じ議会制民主主義を採用しているのは彼らが UCL に留学し、学んだことの影響が大きい。UCL のメインキャンパス内の中庭には当時の留学生の氏名を日本語で記した。 記念碑があり、その筆頭に伊藤博文の名前がある。さらに、夏目漱石が明治政府から派遣されてきたのも UCL であった。元首相の小泉純一郎も UCL に留学し、学位未取得のまま帰国したが、後年名誉学位を授与された。UCL は1826年、ロンドンユニバーシティの名称で設立された。 哲学者ジェレミ・ベンサムは UCL の見学の父であり、UCL の発展に大きな影響を与えた。ベンサムは高等教育の大衆化を強く唱え、すべての人に開かれた大学を、と UCL を開学した。当時のオックスフォード大学、ケンブリッジ大学が男性、イギリス国教と貴族出身者という差別的な入学条件を設けていたのに対して UCL は、 イギリスで初めて平等な基準によって女性を受け入れ宗教、政治的思想、人種による入学差別を徹した。このような歴史から UCL は自由主義、平等主義の大学として知られている。UCL は当初からユニバーシティ、カレッジとは区別されるとして設立された。これに対して既得権益を失うことを恐れたオックスフォード大学。 ケンブリッジ大学は様々な圧力を UCL にかけ大学としての地位を剥奪しようとし、またイングランド国教会はその無宗教に基づく設立を理由に学位を授与するのに必要な王立憲章を認可することに反対した。しかし UCL は1836年11月28日に王立憲章を獲得し、ユニバーシティカレッジ、ロンドンとして 大学法人の地位を得た。同日、UCL の修了生に対する学位の授与などを目的とするユニバーシティ・オブ・ロンドンの設立を認める王立憲章も出された。この UCL の無宗教性はイギリスと大学と学問の発展にも大きな影響を与えている。例えば、チャールズ・ダーウィンの進化論は当時のキリスト教思想を真っ向から否定するこのとになるた。 キリスト教研究を目的として設立されたオックスフォード大学、ケンブリッジ大学で発表することは許されなかった。したがってダーウィンは当時唯一の無宗教大学の UCL で進化論を表することになった。薩摩藩留学生が超高生として学んだ1860年代半ば頃は法文学部と医学部で構成され、学生総数はその2学部で約450名あり、 これに余暇が付属していた。この UCL の無宗教性は、現在でも UCL のキャンパス内の建築様式にも見て取ることができる。イギリス国内の多くの伝統校の建物が、教会建築に多く用いられる荘厳なゴシック様式であるのに、対、UCL の建物はモダンな様式であったり、一般の民家を改装したものが多く、非常に質素で経済的なものである。それは、 ベンサムの大学の大衆化という思想をキャンパスに反映させたものとされている。このような一種型破りな UCL の発展の歴史は伝統校から多くの批判を受け、現在でもイギリスではある種独特な大学として認識されている。古くから UCL がガウアー通りの無神論者という有名な形容句で揶揄されてきたのもこうした歴史背景からである。また、 UCL の平等主義はイギリスで初めて学生自治会を生んだ。現在でも自治会の活動は非常に盛んで多大な影響力を持っている。例えば2002年の UCL とインペリアルカレッジロンドンとの合併提案は学生自治会の拒否権の発動により阻止された。さらに UCL の自由主義は新たな学問領域を広げる原動力になった。地理学、 動物学、科学、応用科学、エジプト学、応用電気工学、英文学、フランス語、ドイツ語、イタリア語、パピルス古文書学、音声学は UCL がイギリスで初めて大学教育を始めた分野である。このように UCL の無宗教性、自由、平等主義はイギリスの大学教育に多大な影響を与えた。また、 UCL の統計学部は歴史が古く、1911年にカール・ピアソンらが中心となって創設した応用統計学部 The Department of Applied Statistics が起源となっている。フランシス・ゴルトン、チャールズ・スピアマン、ロナルド・フィッシャー、エゴン・ピアソンなどを輩出し、統計学の発展に大きく貢献している。1907年 UCL はロンドン大学に移管され、 一旦は独立法人としての地位を失った。この3年後の1910年にはキングスカレッジロンドンも同様にロンドン大学に吸収された。1977年 UCL は王立憲章によって再度独立法人となり、大学の名称がユニバーシティカレッジロンドンに改められた。今日までに多くのカレッジがロンドン大学に加盟し、 現在では19のカレッジスクールインスティトゥートからなる巨大な大学連合となった。2005年9月に UCL はロンドン大学連合から独立して学位を授与する権限を数密院から認可された。現在 UCL はロンドン大学連合の一員としての地位を維持しつつ UCL の学位を授与している。ロンドン大学の中でもまたそのくらいは一位を 確立していると言っても過言はない。UCL の自由主義の影響は周辺地域にも及んでいる。特に有名なのはブルームズベリーグループである。このブルームズベリーグループはそのメンバーの多くがケンブリッジ大学内の司会、真夜中会の会員から構成され、メンバーの住居は UCL 本校舎の裏にあるゴードンスクウェア周辺にあった。代表的なメンバーには 経済学者、ジョン・メイナード・ケインズや、文学者のトン、ストレイチー、バージニア・ウルフ、E.M. フォースター、芸術家のダンカン・グラント等がおり、彼らは大衆文化を幅広く支持し、宗教的な見方にとらわれない自由な生き方を共有した。さらに、大学校内は一般市民に対してオープンにしており、大学校内のパブでは市民によるサッカー観戦が盛んで、 ブルームズベリー劇場では定期的に演劇が上演され、多くの市民が鑑賞にやってくる。また、学生寮にも週末限定のパブがあり、学生によるバンド演奏も催されている。こうした UCL の大衆文化の受け入れは、グラディエーター、ハムナプトラに黄金のピラミッド、バットマンビギンズ、アイズワイドシャット、インセプション等の多くのハリウッド映画の撮影をキャンパスに呼び込み、 を参照、UCL の学生で結成されたロックバンド、コールドプレイを育む土壌になった。UCL は世界の主要大学ランキングにおいて常に世界トップクラスの評価を受けている。UCL はこれまでに29名のノーベル賞受賞者を輩出している。大学の大部分はロンドン中心部のブルームズベリー地区、ガウアーストリート沿いに位置している。 ブルームズベリー地区周辺は有名な文化施設が集積しており、代表的なものとして、大英博物館や大英図書館がある。また、ロンドン大学群に所属する学校、研究施設も多数あり、スクール・オブ・オリエンタル・アアフリカン・スタディーズ、バーグベック・カレッジ、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスなどがある。地下鉄の最寄り駅は、ユーストン駅、ユーストン・スクエア駅、 ウォーレンストリート駅である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。